1曲目の曲は戦いの歌、ブラジルの戦いの歌で、ビリンバウという曲を聴いていただきました。それでは2曲目なんですけれども、おそらく あまり有名ではない曲だと思います。ビンボンという曲を聴いてください。スキャットの多い曲なんですけれども、ちょっと楽しい曲だと思います。聴いてください。
遊べばや日の手前砂だなんだ胸こらさんビジュアティそになりますかね。であのいつもこちらの緑町公園で、毎年とても暑くてですね大変なんですけど今日はまあまあ、 あの皆さんね昼にはあのちょうどいいぐらいの感じだと思うんですけど、まあ、お天気も微妙な感じですけどなんとか持ってるようなので、最後まであのこの全体でねいろいろなところでやってますのでお楽しみいただければと思います。はい、では続いての曲はワンノートサンバという曲を聴いてください。静かめな曲を聴いていただきたいと思います。十字路という題がついています。曲の内容はですね、ある恋に敗れた人がいてもう一人恋に敗れた人がいてでこの二人はそれぞれ好きな人には、うまく恋愛は成就しなかったんですけどもこのうまくいかなかった人同士がこう二人重なって
丈次郎ができる、二人の愛が重なって新しい幸せを見つけていくという話の曲です。聴いてください。カミーニョスクルザード。
してその隣が、このバンドのバンマスでございます。高橋由美オンキーボード、そして後ろにおりますのが、今井正樹オンドラムス、そして、ボーカルが、田中花と申します。よろしくお願いします。それでは時間がなくなってきました。次の曲です。ドリーマー聴いてください。I'm quite hopeless.
マーというこれもちょっとしっとりした曲でお送りしましたけれども、我々はまあ、一応ほぼブラジルということでですね、ブラジルの曲を、まあ、大体やってるんですけど、レパートリーとしては、まあ、日本でも60年代70年代に入りました、セルジオ・メンデス&ブラジル66、その、まあ、レパートリーをやりました。で、まあ、ブラジルとはいえですね、割とポップスというかですね、それをちょっとブラジル風にアレンジしてやってる曲が多いんで、非常に聞いたことあるような曲が多いかと思います。で、ほぼということなんで、次は全然ブラジルじゃない曲を1曲お送りしたいと思います。一応プログラムとしては最後の曲ですね、はい。まあ、でも時間はだいぶありそうなんで、まあ、余らない、はい、でもまあ短い曲なんでね、はい、もし時間があれば、違う曲もあるかもしれませんので、一応最後の曲がブラジルじゃない曲をいきたいと思います。おやこもは Dance to my rhythm, I gotta go, go, go with my face. Listen to my rhythm, I gotta go, go, go with my face.I'm gonna be high
もう一丁。28日の日曜日、京王線と小田急線が止まりますけど、長山ですねのところにグリナード長山という商業施設があるんですけども、そこに午後1時から13時から、特設ステージがあって、フォーク歌手の、吉田陽子さんという方と、2ステージを、ずつやります。で我々が先に1時からありますね、はい、1時からと3時から、50分ぐらいずつ演奏します、はい、たっぷり、椅子もたくさん出るので大丈夫です、はい、座ってご覧になれますので、はい、もしよろしければ来てください、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ほぼブラジルでした。ありがとうございました。立川一帯音楽祭り